ノルディックスキーのワールドカップ W 杯ジャンプ女子札幌大会の最終日は1月14日大倉山ジャンプ競技場で個人第10戦ヒルサイズイコール HS137 メートルが行われた伊藤祐希土屋ホームは124.5メートル129年5月メートルの合計230点1点で優勝し今季開幕戦以来となる通算9勝目を飾った 動画、日本が元気に、高梨沙羅も歓喜。伊藤雪の、圧巻の滑り、をチェック。北海道下川町出身の伊藤が自身初となる W 杯優勝を果たしたのも札幌だった。2017年の宮の森ジャンプ競技場で開催された大会以来の地元での体感に FIS の公式 X も祝福。結城伊藤が日曜日にホームで勝利を収めた。 札幌での優勝は2017年以来だ、と動画を掲載した上で、伊藤の栄冠を称えた。動画をチェックしたフォロワーからは反響が続々。素晴らしい、伊藤きのぶっちぎりジャンプ。地元に最大の恩返し。これは本当に、泣ける、伊藤きってドラマチックな選手なのよ。いつも仲間思いのきちゃん今日は自分のことで喜びを噛みしめてね、といったコメントが寄せられている。 また同大会で7位に入った高梨さら、くられ、もインスタグラムのストーリーを更新。年始から悲しいニュースが多かったけれどユキさんの優勝で日本が元気に、と喜びを隠しきれない様子だった。